ちょっと長い間、そんな正座してたらしんどいからね。参考に感じ、失礼します。立ってきたところね、別に立ててないからねって。そういうしきたりが、ね、違うんですよ、朝鮮半島と日本は。朝鮮半島はね、全土の国境やったから、日本にとって前線基地やったから、立ってきたところに行く風習がある。日本はね、前線じゃないでしょ。だからちゃんと下ろさない、ちゃんと朝鮮半島の人に対して失礼だぞって言って怒られた。意味わかるでしょ。戦線の人の真似をして、日本列島で食べるわけ。そういう会社のほとんど、もう古代に、昔の話ですよ。さて、大昔からの話。どこから降りてきたのピーターパン、君のウェンディーは大丈夫？他の男のウェンディーに手を出したら痛い目に遭うよ。それより君のウェンディーは今どこで誰と会ってる？競争に勝つところを見せたいのかピーターパン、それとも正義が勝つところなんですか？正義はいつからいつまで行くの？男たちの叫ぶ正義はそういうことよ。君は誰のピーターパンなのかな？私はフーキン・ウェンディ。フーキン・ウェンディに手を出していいのは一人だけ。それはビートバンコなの。ビートバンコ誰だ誰だ、わら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 、誰だ、一体誰のことだろう、どいつのことだろう、この中にはいない。そういうこともあるじゃん競争が勝つところを見せたいのかい？競争に勝つところじゃなくて、ずっと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 、正義はいつからいつまで有効なの？私たちの価値のたちにたちの悪い正義はコントンコントン、グツ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 、耳が痛いんだってさ、首が痛いんだってさ、心も痛いんだってさ、目もくらむんだってさ、肩が凝るんだってさ、お腹が痛いんだってさ、いくらなんでもね、そのな今日もフーキン・ウェンディはフーキン委員で男と女のドラマごっこをドラマしながら、ドラドラマラマラ、ドラドラマラマラ、ああ源氏が2種類あるわ、どっちが好みかな、予算かな、タネビかな、どっちも知らないわ。競争が勝つところか、競争に勝つところか、競争と勝つところか、競争を勝つところか、競争は勝つところか、競争になりたいのか、バカ。で、だったら、ストゥルッと、パン。ねえ、今日、ねえ、今日、ねえ、ねえ、あれ、みんな寝てたんだ。